というわけで、今日はこの5人でホロライブサーバー探索してハウスも作っていこうと思うべこよー。わーい、わーい、わーい。エンジン組みませんか？エンジン組む組む。エンジンおれい、はい、やばい、ちょっとなんかペコなのか近いんだもん近いんだよな近い近い近いよエンジン組もうぜ。それじゃあ、いくべこよ。みんな今日は気合い入ってるか？あー、頑張るぞ。これからホロライフファンタジー3期生ガンガン盛り上げていくぞー。あーあー、よし、じゃあ行こう。あの、あそこに見えます、あの青い家をね、目指していきます。ホロライフのね、うん、先輩の作った家、うん、ここにとにかくわざわざ今私猫いる、猫にゃんにゃん言ってる。嘘、猫いる、ほんと。あ、ほんとだ、にゃんにゃん言ってる。どこにいる、鳥いますね。あ、ほんとだ、ここにいる生き物を絶対に殺すなよ、絶対に殺すなよ。はい、鳥、はい、かな気をつけろ、絶対殺すなよ。ノエル、ご飯じゃないからな、ここにいる生き物全部頼むぞ、飯だと思って殺すなよ。大丈夫、ピコラいるから、ね、やめろ。なんかいっぱい魚が跳ねておる。うん、ね、いや、すごいですね。誰かあそこで泳いでこいよ。行きます、行きます。あ、これ戻ってこい。あるし、あー、できるです。かわいい、なんか絵になる、絵になる、二人とも。すごい、みんなでプール来たね、初めてだね、初めて。やったー、すごいね、遊びなのです。みんな遊び、はい、いいね、いいね。え、魚いっぱい食べれるのですか、これ。魚食べちゃダメだね。ダメですよ。あ、ここにほら結婚がありますね。あら、本当ですね。あ、ここまで来ればみんな帰れるでしょうってことで、ここら辺で結婚は途絶えているんだけど。サラサラペコよ。事件の匂いですね。結婚。待て待て、うん。すごい。すごい、なんか。え、そう、これちょっと見て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 。すごいよ。なんかキノコとか。マリンの家のキノコ。え、どういう意味ですか、どういう意味ですか。マリン、ね、回るの、回るよ、すごい、あ、すごい、本当だ、回ってる。ノエルが食べたペコラの残骸もう食べちゃった。やばい、ペコよ、これペコラまたリスポーンしたから、生きの生きれた。すごいのです。誰の果ては草。なんでなんでこうなっちゃうんですか。みんなこうなっちゃうみたい、ベコね。楽しみなのです、こうなるの。こんなん嬉しそう。なんで嬉しそうな。うん、この浅い地で取れた魚だけ何にも関係なくて全然ほんとだ。おい、ここにもネットある。へぇ、はい、大事にしとる。あれ、あれ、何、みんなまだ芸術は残ってるよ。ほんと、何ですか。ここにもさ、チェストがあるんだよ。おぉ、ほんとだ、ね、何がある。あ、入った、あ、入った、あ、入った、全員死んだからいいよ。やられた、危ない、あ、やばい、リッチに会う、リッチに会う、これやばい、やばい、逃げろ、本当に。
自首するか貴様ら暴力罪でいで、まだするかちょっと待ってペコやごめんペコを爆破させてしまってはいよしちょっとみんな体力大丈夫ご飯ある？あ、何もないですよないよないよなかなかないよ、はい、じゃあ一人ずつ配布ねはい一人ずつ配布ここがアクア先輩のアジトすごいなんかね、かっこいい強そうねでここがなんか祭り先輩のお家らしいから、うん、この辺に作ろっかってうんうん、ここどんな家作りますか、ね、考えよう5人でとりあえずさなんか敷地どれぐらいの大きさで作るかは決めたいよね、うん、でも5人住むからまあまあでかい方がいいペコよね大きいお家がいいねそうだね、ね、5人いるしなんか2階とか欲しくないあ欲しいあ欲しいですすごいまあまあ三期生ハウスバカでかくなりそうってこれバカでかいよね怒られるかなこれこれ先輩にさ、ちょっと広すぎないって怒られるいいんじゃないペコかいや、マリンやりすぎじゃないペコだぞやばいペコよだってこれ、なんかだってあー、やばいお、いいねすごいみんな遊ばずにちゃんと働いてるファンタジーすげえ真面目だな真面目にやってるよ。うん。えらい。じゃあちょっと一人ずつ感想を今聞いてよ。インタビュー。インタビュー。はい。じゃあ今建築されているルシアさん、こんにちは。ルシアのことを見てるのですね。もっと見るがいいのです。働くルシアを見るのです。じゃあちょっと一回観察をしてみましょう。働くルシアさんの。ほれ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 見るのですこんなに早いのね今日雑な仕事の感じですね綺麗にはやらずちょっとお調子者が出ておりますね可愛い感じのほら見てくださいペコラほらこんなに早いほらなんかちょっと2段適当にちょんちょんってあ可愛いペコね頑張ってお仕事をはいはい今ブロックを壊してますねあそこ間違えてしまってるんですねまだ見てるんですかまだ見てたよあーでもね、早いああいうポンコツ姿も可愛いペコねわかるわかるじゃ続いてあそこで真面目に黙々とやってらっしゃる方が一人おられます行きましょうこんにちはあこんにちはこんにちはちょっとあの団長あの牛がいないからってちょっとあれです元気出してくださいねめちゃくちゃ喋ってるんだけどさ多分声かぶって打ち消されてるのかもしれないわかったわかったいや、ノエル喋るときさノエル喋りますって言ってほしいペコよいいよ、溶け込むからどうですか、ね、このマイクな楽しい楽しい、しいなんかずっとソロでやってたからなんかこうやって人とやるのすごい楽しいなと思っておーおー、いい感想ペコねじゃあまたインタビュー来るから、うん、あ、ちょうどいいところに船長アホーイアホーイ船長なんかペコラ的には船長遊ぶかなと思ったらめちゃめちゃ真面目じゃないですか船長いやなんか逆に遊ぶったって何するんですか確かに確かにそうペコねでもあみんな落ちてくペコね船長はもうほんと最近買った絵昨日ちょっと前にそうですね、そうそうほんと初心者って感じなんだけどすごいもう黙々と家を建ててくださっておられますもう早くいいお家建ててねみんなで優勝しましょうあーあと海賊船優勝とは優勝戦ってるのかここはもしやあなんか海賊船作りましょうね作りたい作りたい どうしたルシアどうした本当だって仲良く喋ってるのでちょっと感じてたのですいませんすいません逃げろやばいやばいまだもう大丈夫なのですよね続けてくださいね骨持ってるぞあいつ骨を怖い嫉妬がやばいそして姉子あ黙々と床を姉子姉子なんで逃げるべこか姉子こんにちは、はい、姉子いやどうですか今日ありがとうございますジャンプしていただいてどうですか今日いろんな人ボツ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 して面白いな今日私実はさ家を作るの初めてなのあおおそうあのいつもね一人でね資材をね切って一日が終わるのへえそうだからねなんか建物をねなんか作るの初めてなのおおでもペコラもちゃんとこうやってちゃんとした家を作るの
初めてかもしれないな。ねえ、じゃあさ、私もペコラにインタビューしていい？いいよ。今日の成功はどうでしょう？けどね、ドッキリの時はちょっとあれ、みんな予想以上になんでこんな外出てくるペコがやばいやばいやばいってね、ガチで思ってそう、みんな出る、みんなすごい出るよね。そう、え、チェストあんなに振り振ったのに誰も開けないとかと、と思って嘘嘘嘘でしょこれ、あ、やばい、これ爆発しないで終わる可能性だけと思ったけど、なんかちょっとみんなも空気させてくれたのか、戻り始めてくれたから偉い、偉かった。チェストなんかあるかもとか言い始めるから、なんかあるのなんかあるのかなって思ったら爆発したいやでもね、爆発できてよかったよ。これね、ほんと火薬がね、めちゃめちゃね、頑張って撮ってたから、みんなもね、そうできてよかったペコやばい、怒る予想以上に、思った以上に広そうだ、すごいって思った思った、何でもできそう ね、あー、すげえな、こりゃ多分このキャンプ地で一番でかい建物じゃないですかほんとだいい感じ、いい感じ。なるなる。うん。なる。なんだ今。なんだこんな高さで死ぬかと思ったら死ななかったです。いやいや。食べる。本当に怖い。本当いつか食べる。いやだ。食べるべこ。許してほしいべこ。よいしょ。だからコンボ、コンボあげるよ。大丈夫？高いところから落ちた。この高さから落ちたら死ぬんだ。いや、たぶんね、体力も低かったかな。大丈夫。とうとこ、走るよ、ハム太郎。みーこ、走るよ、ハム太郎。大好きなのは、ひまわりの、ペコラひまわりのペコラですか。ひまわりのペコどういうことペコかな。かわいい、小動物には変わりがないのでルシア大好きなのは船長じゃなかったんですか。やべ、ルシアバレてる、実はペコルシがちょっとあるの、あ、バレてるよ、言っちゃいけないの、バレてる、内緒だよ、内緒だよ、ルシア、自殺、自殺してしまったペコ、やばい。イチャイチャしてるから止めに行こうとしたら死んでしまいました。レシアは罪な女ペコ。あ、いたいた。あ、じゃあれペコね、多分食事がないからペコ。いった。ちょっとマスペコ、おかしい。おかしいペコよ。違うペコ。こっち向くの。違う。あれチューチューなの。チュメなのにしよう。それよね。で。屋根感がすごいあるね。ねえ、すごいのです。よし、じゃあ、そろそろ花火大会移動しよう、ペコ。でもこれどうやって降りればいいの。行きましょう。ほら、やれ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 、よしよしよ、ナイス。じゃあ、行きますよ。行きましょう。ちょっと時間かかるかもしれないけど、スイッチ。いいよ。あん、あん、ちょっと待ってね。終わった。
かろうと思います。てなわけで倒すのです。倒すのです。おつぺこーん、おつぺこーん、おつぺこーん、ぺこねー。え、すっごいこのちっちゃいゾンビは、これかわいいですね。ねえ、かわいいよ。めっちゃ痛いよ。